はい、どうも皆さんこんにちは、ムーポンです。夢を見る島やっていきましょうか。引き続きで、前回なんて言うんですか、ここの鍵なんだっけな、テールの祠ホラーなの、まあ鍵を、不思議な森で手に入れてきて、でついにダンジョンへ参りましょうというところですよ。さあ入ったテールのホラー穴、なんかめっちゃ目がこっち見てる、怖くねこれ。大丈夫？敵？あ、特に何もしてこない。押せるわけではない。なんだこれ。まあでも敵じゃないなら特に気にしなくてもいいかな。で、おっとメットンがいるメットンなのかそれは、よくわかんないが、なんかできる？ポコポコ、あ死んだ。ガチャ踏むと、あ宝箱は出てくる。やったぜ。なんかこういう仕掛けもあるんか、なんかね踏む系ので、メットンはなんかよくわかんなかったけど、小さな鍵を手に入れた。鍵のかかった扉が開くぞ。どこにあるんやろ。なんかまあどっか使えるところがすぐ近くなのか、結構行ったところなのかあるんでしょうけど、また目がこっち。うっ、鍵かかった。ちょっと待って、鍵、小さな鍵、小さな鍵、ダメっすか。じゃあねえ彼ら、うっ、ちょっと待って、ここ崩れるの。なるほど。じゃあちょっとなんかただ色が違う床に見えるけども気をつけながらと。でキースをやってしまって、で、下側は特に道がなしと。じゃあこのまま奥に入って、うっ待って、あれがテールってやつですか。ガードしてれば大丈夫。あ死んだかわいそう。いや基本的になんかでもこのゲームガード強いですよねでコウモリがじりじりと逃げているが、やっちゃえ、オッケー。でこれは、これは攻撃判定が当たんなかったぞ。ちょっと待ってよ。じゃあまたテールがいるのでやってしまって、おっと宝箱が出てきた。ここの敵全部倒したら的な感じなのかな。開けましょう。さあてててて、20ルピーを手に入れた。ちょっと嬉しいでここの足場崩れるやつなんかな、わかんないけどさっと開けちゃいましょう。で、あまた小さな鍵手に入れた。なんか1個目の鍵がまだ使ってないんで、なんかいいのかなみたいな、結構余剰に手に入ってる感はありますけど、そのコンボ何？ちょっと待って、タイミング見て抜けろと、そういう感じか。怖いよあいつ。ちょっと待って、普通に体力もう半分までいってしまったが、ここ崩れる？崩れない、大丈夫。じゃあ気にせずに渡っちゃうけど、ちょっと待って、ついてくる、怖い。よし OK、 なんとか抜けてしまって、で先にやっちゃう。ビリビリ来る、怖い、やめて。で、右回りで回ってきているので先に回ってしまうと。で、おフクロウさん、こんなところに。くちばしのない石像が何か言っている、聞き取れない。何か言っている、怖すぎじゃね。っていうことはどっかからそのくちばし的な何かを取ってこいと、そういう感じっぽいですよね。でこれは後ろついていけば安全で、あいた、ちょっと待って、タイミングミスったまあねえ、回復がそろそろ欲しいなというところではあるんですけど、ここ気をつけようね。ちらっ、危なーい。結構早いよな。あれ突っ切るにはご了承は無理っぽいタイミングやったんで、あーでもここでハートが出たんでしばらくは安心。じゃあ下通って、うっ待って、骸骨、やっちゃえ、 OK。 で下は入れない。じゃあ行けるところとりあえず行ってみますか。上はでも断崖絶壁ですよね。で宝箱がそこにあるので、なんかうまいことして取りなさいよと、そういう感じっぽいので、ちょっと回っていくか。ガード、こっちの攻撃は効かないか、ポヨポヨしちゃうんで。彼は、あ待って、意外とタックルが飛ぶ。じゃあ先にやってしまって、先に何なら先にやられたが、あれちょっと待って、そこに鍵があるけど何もできないよね。
フックショットとかがあるわけではないので、今はまだダメなのか。ということはこのダンジョンでもしかしてフックショット手に入ったりするんじゃね？わかんない。いや、しばらく攻略を進めるまではいけないところとかももしかしたら結構あるかもしれないので、なんかそういう系なんじゃないかなと、そう思って今はスルーしましょうか。で、テールの鍵、ああテールの鍵ずっと残ってんねんな。でこれ何、島のあちこちで見つかる綺麗な貝殻、なんか集めればいいのかな。まあその辺はちょっとわかんないので、足場崩れる、ここはちょっと待って、よしやってしまう。でここはまあとりあえず通るだけなんでスッとスルーして、でいただくいただく。でこっちから来ましたっけ、ちょっと待って、あここはまだ見覚えがないぞ。っていうことは初めてのところのはずなんで、こいつは何、壁に追い込めば倒せる的な、そんな感じでいいのかな。でどんどん追い込んでしまってやっちゃう。でパワーアップしたんで火力を上げてドンと。でおガンガン宝箱が出てきますね。なんか結構太っ腹ですよねこのゲーム。お宝の地図、やっと地図を見つけた。マップ画面を見よう。じゃあ先回復してしまってマップを見ると、あはあこの辺とか目指せばいいのかな。でここに鍵がありますよ、ここにも鍵がありますよと。なんで鍵がかかった場所がちらほらあるみたいなので、うん、でこの鍵がズーム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 、あこれでズームできると。白い部分の鍵は多分させますよ的な感じなんですよね。え何それ、入れ替わった、待ってこっちは、あトラップかこれ、やりやがったなクソじゃあなんか拾った、守りの木の実を手に入れた、敵からのダメージを半減する。あこういうのもあるんか、いいね。なんかガンガンに防御も攻撃も道中で上がるみたいなんで、ただその分攻撃力は下がってしまったというところではあるので、まあ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 すぐには倒せないが、ここ抜けてしまって、でちょっと待って、ガチャガチャガチャ、よし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 、ちょっと待って捕まった、よしやってしまう。で南行ってみますか、するとここ入ってきたとこか、ちょっと待てよ、そこ扉があってここは罠、じゃあ左行きましょうか。今度こっちに何かあるはず、さあ倒すと、お鍵ゲット、これでまた小さな鍵が手に入るが、これ今鍵何個目とかって出てこないか。じゃあまあまあまあ、まず行けるところまで左ルート行ってみますか。これ罠っぽいよな、ちょっと待って、マップ的に言うとここで行き止まりか。じゃあここが限界みたいなので敵をやってしまう。でメラメラと炎が飛んでくるが、ちょっと待って、ここ宝箱開けちゃう。あコンパス、コンパスを手に入れた、ボスと宝の場所が分かるぞ。ボス、ちょっと待って、初めてのワード出てきましたけど、えでさらに鍵が近くにあると音で知らせる新機能付き、やったぜ。わボスいますねこれ。どうすんのどうすんの、とはいえですよね。あミスった、魔法を無駄に使ってしまったが、特にここは何もできないみたいなんで、また戻りますか。で、あ、鍵がライフの下に出てますね。今2つあるみたいなので、こいつを、こいつを、そう、こいつをどうするかなんですよね。この辺の鍵、あ、もしかして1個も持ってなかったとか、そういう感じか。ちょっと鍵持った状態で行ってみましょうか。ね。で、彼らは一旦追い込んでしまって、追い込んでしまって、端っこで殴れば OK と。よし。で、回復多いし、で、こっちの敵も端っこで投げれば OK と。で、ここくるりにする。さあ、トラップじゃなくてショートカットなのではという説が僕の中で今、ホットなんですけど、あ、開けますね。鍵、開けましょうか。開けちゃったけどいいの？いいのかな？まあ、まあまあまあ。どんどん見つかるやろという思いでちょっと進んでみましょうか。
で、骸骨がすごい倒してほしそうにしてるんでやってしまう。で、そこの穴はなんだ？なあ、ボスへ通ずる道があると。ただすぐには行けない。何それ、ダイヤ。ブブーじゃねえよ、ブブーじゃねえよ。ちょっと待って、あ、これブブーやわ。ブブー、ちょっと待ってよ、一旦揃えよう。揃ってる状態で2匹まとめてとか今で1234、 OKOKOK ですか。やったぜ、揃った。するとなんかキラキラして、これくちばしなんじゃね、そんなことない、開こうぜ。あ、くちばしやし、ほんまに、石像のくちばしを見つけた。フクロウの石像を探そう。これじゃないの、トゲ鋭きもの盾にて弾き飛ばすべし。ほう、トゲ鋭きもの盾にて弾き飛ばすべし。それはボスの攻略を教えてくれてるのかな、もしかして。なのでちょっと待てよ、一旦見送って、で取れないじゃんそれ。ちょっと待って、ずるじゃないですか。あー、魔法使ってしまった。じゃあまあまあ、あの取れないものはどうしようもないんで一旦見送って、でこのなんかちょろちょろ、あ、普通に踏み外した。ちょっと待って、ちょろちょろ動いてるのが気になるが、こっちの奥やったっけですね。なんで、ふっ、危ない。一旦見送ってから、ね、先に進みましょうと。で、チラチラと歩いていって、このビリビリに捕まらないように気をつけて、で、あ、ちょっと待って、ひっついた、ひっついた。このひっつくは何なんやろな、なんかクラウンかな。ちょっと今のところ、やつの進化を発揮されていないが、ね、ひっつけると、道閉ざされし、部屋の扉。四角のブロックを動かすべし、四角のブロックを動かすべし、道閉ざされし部屋の扉。これ動く、動いた。これがこういうチュートリアルですよという感じなので、どっかでまだ使うんやろな。立って、うっ、待って、弾いてひっくり返して、弾いてひっくり返して、ドン、弾いてひっくり返して、ドン、オッケー、よし、2匹やってしまう。すると、お、階段が出てきたぞ。別のフロアとかあんねや。それは知らなんだ。じゃあ、ここもはめてみる。トゲ鋭きもの、あー、ここ同じヒントですね。じゃあ、これ階段降りなくても、この穴で降りれたんじゃね説が僕の中であるんですけど、ちょっと待って、マリオが始まったぞ。何それ。クリボーがすごい優雅によちよち歩いているが、ね、ここ多分ジャンプでいけたんやろな感があるんですけど、ジャンプの方向が分かんないからまあ倒していきましょうと。で上に上がると、ここどこ、あ、ここが行けなかった部屋に通じていると。何それ、ハートさん取れないけど、取れないけど、まあ体力はまだ余裕にあるんで、一旦見送って、ここ課金して、で開くと、さあ、何それ、ロック調の羽を手に入れた。なんだか体が軽くなる。何、本当に何、使うとひらりとジャンプできる。これ無限？ちょっと待ってよ。一旦見送る。で、ここの下で、おー、ほほほほ、すげえ、ジャンプアクションが追加された。で、かつ無限なんですよね。やったぜ。じゃあ、ここ、回復のチュートリアルこなして、帰りはロック長の羽で、ぴょん。おー、いいね、いいね。ぴょんぴょんしていくぞ。で、はしゃぎながらもぴょんぴょこして、で、彼には用はない。彼には用はない。で、ここぴょんってして、越えていける。で、ただ、行き先は？ここってなんか通れないようになってたんでしたっけ？ちょっとその辺がわかんないが、ここを越えてしまえばどうということはない。で、ここの左、あ、はあ、なるほど。爆弾が必要なのね。じゃあ、ちょっと痛い。ちょっと待って。
操作がだんだん頭の中でごちゃごちゃになってきてしまっているが、剣を振るのは B やってしまう。これ超えれる？あ、超えれない。これは押せない。じゃあ確かここの上があれですよね、あの超えないと鍵が使えない空間が確かあったので、こっちまで来て、でここでジャンプ OK で開くぜ。 OK、 鍵を開くと、え、あー、鍵に反応したのかな、これはっぽいですね。鍵か。じゃあ何それ。ボスの鍵を手に入れた。ボスの部屋の扉を開けられるぞと。あー、なるほど、こういう鍵にも反応するのね。じゃあここで、あー、ジャンプすればそこに飛べるかなと思ったんですけど、全然そんなことはないみたいなので、歩いていきましょうか。で、ボス部屋がそこですよね。じゃあそこまで行けば、鍵でしたっけ、ちょっと覚えてないんですけど、一旦進んで、で骸骨やってしまいたいが、痛い痛い、ハート美味しい。じゃあこいつを追い詰めて、ドンと、よし。で、あー、また骸骨がいるんで落としちゃえ、バイバイ。痛い、ちょっと待って、なんか食らった。でここはもう解決してるんで一旦無視して、でジャンプで来れるようになった。でやばいやろあいつ、待って、はぁ、ちょっと待って、うわ、待って、超えてしまって、痛い。ただ後ろからどつけばどうということはない。で超えてしまう、ドンする。さあ彼の体力がどれぐらいあるかは分かんないけども、こんな感じでボコッとして、次下来るかな、こっち来た。ちょっと待って、意外とタックルの方が手強いんですけど、ちょっと待って、危なー。で超えて、ゴリ押し、ゴリ押し、ゴリ押したぞいいのかいこれは、わかんないけど。あ、妖精さん、あれ妖精さん、妖精さん、なにこれ。あ、ワープ踏んだ。あ、ここに帰ってこれるようになりましたよと。はー、だからね、体力を回復してくるなりなんなりして、好きにまあ準備してきなさいよと、そういう感じか。ちょっと待てよ、どうしようかな。とはいえですよね、そんなあてもないので、このまま進んじゃいましょうか。大丈夫これ。まあでもワープが解放されてるんでね、きっと大丈夫よ、きっと、きっと、本当かなこのまま前に進む。うおー、びっくりした。カキーンってして、で一旦耐える。で、おー、そこも閉まるのですか、怖い。一旦降りる、降りると、なんかいいことある？くるるくるりんくるりん、特になんもない。壊せるわけではない。じゃあここどこなの？なんかここの下みたいな感じですけど、やべえやついるぞ。ただハートがそこにあるので、あ、なんともないじゃん、なんだ。じゃあいただいて帰りましょうか。ほな失礼しました。あいつほんまになんともなかったな。何こいつ。まあ、敵じゃないならいいかな。とっとっとっとと届かないんで、あの、見なかったことにしましょう。で、ここで回復がいただけたので、ボスの前で回復をさせてもらって、で、そこ閉じるの待つ。で、ボス部屋の鍵を開く。よし、準備万端。来たぜ。足場崩れそう。大丈夫？何それ。うがふふふふ、うがふふふふ、よそ者、邪魔者。え？デグテール。デグテール。ちょっと待って。どうしたらいいの？一旦ガードする。あー、あそこの尻尾が弱点っぽいよね。じゃあ、今尻尾叩いた？普通に正面から頭叩いた感があるけど、判定があったのかな？多分判定があったんだと思うけど、一旦ガードして、あーですね、尻尾を叩けば、怒り状態になるが、ただガードしてれば、特にどうということはないので、ガードしながら、ここ。どう？ 3 回ではない。何回か。もうちょい、5回ぐらい多分叩くんかな。さすがに10回はないような気がするけど。あ、4回やった。よし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 して、足から順番に、プチ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 と潰れてしまって、ボスクリアと。あー、お、あー、ハートの
器ありがてえ。鳩の器を手に入れた。鳩の最大値が増えた。体力も全回復。はあはあ、HP が4になった。これはでかいぞ。で、入ってしまって、おっと、出た楽器、取ってこい言うてましたよね。ほな、取らないとダメか。これ罠じゃね？大丈夫？取る！あ、満月のバイオリンだ。おお、奏でると。バイオリン。あ、ここで、このシリーズ、この夢島のテーマが流れて、沼、花咲く沼に、新たな道が続いている。おお、花咲く沼に新たな道が続いている。これゴボンガの沼。これあれですよね、確かワンワンのなんて言うんですか、状態じゃないとみたいな風に言われたような気がするんですけど、なんか行く方法があるのかな。まあ一旦ちょっと次回はこの花咲く沼目指してみましょうかということで、今回はここまでとさせていただきますので、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。また次回お会いしましょう。またね。